それから僕ら裸足になって柔らかい砂浜を歩こう。気持ちいい風が頬を撫でて背伸びした心に羽が生えたら、何回だって僕らはあの日の僕らに帰れる。恥ずかしくなってしまうようなくらいがちょうどいいんだ。ひまわりが揺れてるあの日のまま。最終電車見逃して夏は続くのさ、変わらないよな、みんなバカなまま。打ち上げ花火が上がってその下で僕ら歌を歌うのさ、のんきで陽気な歌。そしたらなんかしってなって泣きながら歌うやつがいて、変わらないことなんてないんだ、それぞれが必死で生きているから。何回だって僕らはあの日の僕らに帰れる。恥ずかしくなってしまうようなくらいがちょうどいいんだ。一個に増え編集客とセールス、打つ手もなくなった真夜中の暗闇、言い訳よりも早く脳裏に浮かんだ引き際、それから散り方。随分と歩いてきたけれど、もうここらでしまいにするか。自問自答の最終段階はやりきったか、もう何も残ってへんか。言葉が浮かばなくなって、言いたいことも特になくて、売れてくクソみたいな音楽見送って、才能と努力ふるいにかけて、板の上に10年稼いだ額なんて数十万円、アルバイトとアルバイトの境目で小遣いにもならへんポエトリーリーディング。クソみたいなやつらの音楽は褒めず聞かず、クソみたいなやつらの内限に出ず、クソみたいなやつらと仲良くはせず、自分の信念を貫き通した、押し通したその道の先に景色なんて広がってはいなかった。諦めなかった結果たどり着いたのはどん底、まさに行き止まり。作戦終了、刀折れ、やつ切る、弾頭台かシラスの上か、斬首か切腹か、確認する、残された持ち時間、掛け金と手札、始まってる秒読み、引退、就職、覗き込んだ暗い死の淵、娘が生まれた、親が生活保護を受けるかどうか悩んでいた、メンバーの生活、その家族の生活、バイト先の同僚のクソみたいな待遇、
仲間と交わしてる約束、ステージの上で偉そうに言ったこと全部、その全部を背負い切ったまま進める道はもう俺には残されてはいないんかって死ぬ気で考えた。他の道はもう全部積んでいて、唯一光が差し込んでいた方角、サンリアル代表取締役 AKA 虫毛のフロント。狙った方法はそう、自己資産投資、底辺から頂点、アルバイトから社長、深い迷宮の奥でやっと掘り当てた最後の抜け道、方程式の解。この先二度と人から給料なんかもらわん、誓ってから1年今だきちんと支払う側に。稼いだ額ならもうすぐ1億円任しとけ、あとはきちんと結果出していくだけ、会社の利益回してポエトリーリーディング。悪いな、俺の作戦勝ちや。自分を信じ切って諦めへんかった。そう、たとえ刀折れ8つ来ても、結局カッコつけてるけど、俺は自分のことを諦めきれへんかった。すする泥水もない、そんな場所から光を求めてあがいていた。アンダーグラウンド、言葉だけが惜しく、実情は底辺、ただのどん詰まり。作詞と拍手が交差していく路地裏、抜け出す方法なんかわからへんかった。一躍の砂、働いても働いても手のひらに残っていくのは疲労と繊維。テレビをつければアイドルが踊っていて、その隅でセルアウトラッパーたちが方向、ファンクとロックが J-POP になって、けれどもセールスがあるのはそういう音楽で。俺が聴きたい音楽たちは今夜も馬松のライブバーで戦い続けていて、俺が聴きたい音楽たちは今夜もバスメのライブハウスで戦い続けていて、けれど俺が信じた音楽たちが一つ一つと店じまいしていって、食えないのであれば仕方がない、まあしゃあない、働くしかないな。けれどこのご時世、働けるだけで万々歳やってで笑ってたあいつらのそのネクタイ締める前の最後のステージが、涙が出るぐらいにかっこよかったりして。売れなければ意味がないとは思わない、けれども食えなければ続けられない、食わせられなければやっていけない、戦力的撤退、石の上にもう3年食うために、これを続けるために1年で年商ゼロが7桁たどり着いて見渡して腹っぱ。そうやった、俺は別に会社やりたいわけじゃなかった、利益上げて経費で使って、自分の好きなように時間を使って、でも証拠無理もなく、俺は結局マイク1本シャングリラの上でまたこうしてポエトリーリーディングリーディング、上を向いて歩いてこうぜマイメン、愚痴がこぼれ落ちてしまわないように、上を向いて歩いてこうぜマイメン、涙がこぼれ落ちてしまわないように、上を向いて進んでこうぜマイメン、涙が落ちてしまわないように、上を向いて進んできたぜマイメン、胸張って自分のやってること恥じることなんかないって、上を向いて歩いてこうなマイメン、またこうしてステージの上で再会できてほんまによかった。ソーダありがとう、土の子また一緒にライブできてよかったです、ありがとう、胸張っていこうな、今度は40になってツーマンできたらいいですね、一緒に音楽頑張ってやっていきましょう。